今回は皆さんご参加ください。皆さんの好きな爆竹のアルバム上位3枚は。こんにちは、どうもかげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。いやー、爆竹のニューアルバムアブラカダブラ発売まであと約1ヶ月となってきたわけですけれども、皆さん妄想して楽しんでおりますでしょうか。どんなアルバムだろうとね、こう妄想が尽きないわけですけれども、アルバムタイトルと曲タイトルだけでも妄想がとてつもなく膨らむというね、想像力をかきたてるこの爆竹の世界観というかですね、まあ現時点での最新作ナンバーゼロを軽く超えるという今井さんのインタビューの発言にもありましたように、非常にその全貌がですね楽しみなわけでございます。あと約1ヶ月で私たちの手元に届くわけなんですけれども、その最新作その油カタブラが私たちの手元に届くとなると、当然油カタブラをヘビーローテーションするわけでございまして、そうするとおそらく大半の人が好きなアルバムの上位に油カタブラを入れることになると予想するわけなんですけれども、今日はそんなわけでですね、現時点での、2020年8月段階での爆竹の好きなアルバム上位3枚を挙げていただいてですね、よろしければこちらのコメント欄にですね記入していただいて、皆さんでアブラカダブラ発売前のワクワク期間をですね一緒に過ごせたら良いなということで、今回この動画を撮っております。大体ですね、このかげろうチャンネル運営させていただいておりまして、来月で約1年が経過するんですけれども、アナリティクスを見たりしてますとですね、どんな層が見てるかなということでですね、そのデータを見てますと、大体30代後半から40代後半くらいの方の層が主にこのチャンネルを見ていただいてるということがわかるんですけれども、なのでおそらく私と同世代ぐらいの方々が主にこの視聴者として見ていただいてるのかなというふうに思いつつですね、それでもこうファン層の広い爆竹なので、もちろん10代20代の視聴者の方、ファンの方も多くいらっしゃいます。そんな幅広い年齢層の方々でそれぞれ好きなアルバムをあげるというこの企画、まあ世代もねバラバラであればあるほどいろいろな上位3枚があげられるんではないかなというふうに思っております。ということでここでですね、まず私かげろうの爆竹の好きなアルバム上位3枚をあげたいと思います。あくまで現時点での上位3枚ということで、最新作が出たらですね順位変わっちゃうと思うんで、です2020年8月段階でのかげろうの好きな、上位爆竹の好きなアルバム上位3枚ということで、ということで早速行ってみたいと思います。第3位はアルユアナーキーです。アルユアナーキーです。この2014年6月4日発売というこのアルバムなんですけれども、なんというかですね、こう2014年はこの私にとって結構とても大切な年でございまして、この2014年っていうのは私の、子供が生まれた年なんですね。第一子が生まれた年でございまして、で人生の節目とこう結構重ね合わせてしまうというかですね、っていうことでその私のその背景にはですね、2014年、あと私出身が東北なんですけれども、東北出身の私が東京でのバンド活動を経て関西大阪でですねお坊さんになるというこう怒涛のこう遍歴をこう見せていた時期に、辛い時も楽しい時も隣にいてくれたアルバムの一枚として、このあるいはアナーキーを第3位に挙げさせていただきました。それでは私かげろうの爆竹の好きなアルバム上位3枚のうち第2位はぐるった太陽な、ということでですね、狂った太陽ですよ、やっぱり。ねえ、これね、でもちょっとね、すごい迷ったんですよ。もうこれ、中学時代にリリースされたアルバムなんですけれども、本当にね、中学時代に聴いていた爆竹ってね、本当、もう初期、セクシャルとか、セブンセブンとかね、タブーとか、タブーいっぱい持ってるな。タブーいっぱい持ってる。タブーいっぱい持ってるんですけど。で、悪の花とかね、春やモードとか、この辺もねすごい中学時代聴いていたんですけれども、聴いていたんですけれどもね、やっぱりこれも
あの人生の、大きな節目と重ね合わせてしまうというか、狂った太陽がですね、私が中学から高校に上がるそのタイミングで発売になったんですね。1991年2月21日発売、私が高校受験を控えている2月、受験勉強しなくてはいけないその最中に、こんなね、罪のアルバムをですね、爆竹さんはなんかもうリリースしていただいてですね、あの勉強そっちのけでですね、狂った太陽をね、狂ったように聞きまくったわけですよ。はい、無事ここはあの合格しましたけれども、はい、そんなところでですね、やっぱり爆竹的にもね、あの今井さんもおっしゃってますけれども、革新的なサウンドに変化した節目のアルバムというふうにおっしゃってますけれども、そういったところでね、重ね合わせて、でやっぱり未だにね、こう色褪せない名盤、まあ、まあ全部色褪せないんですけども、やっぱりこうポイントとなる一枚かなというところでおいてですね、やっぱりこのアルバムは私の中で外せない、アルバム、なぜか3枚も持ってますこれはね、あの当時のアルバム、当時買ったアルバムなんで、もう超ボロボロで、もう黄ばんでたりとかするんですけど、超ボロボロなんですけど、これはですね、当時のやつを新品未開封のやつを見つけて買ったというですね、まだ開けてない状態の未開封保存用で買ったというですね。でこれはあの紙ジャケ、再発になった紙ジャケの狂った太陽、これも持っているというですね、まあ、一応狂った太陽3枚持ってるという、ね、感じでですね、あのそのぐらい大好きなアルバムでございまして、でまあいろいろ迷ったんですけれども、やっぱり第2位に挙げさせていただきました、狂った太陽。はい、それでは私影朗の爆竹の好きなアルバム上位3枚のうち第1位は、ナンバーゼロやっぱりね、爆竹はね、最新が最高なんですよ。やっぱりね、こう過去に媚びない、最新がいつでも最高なんです。進化してるんです。はい、このナンバーゼロのツアーもですね、3カ所ぐらい行ったかな。まあ大体ね、私こうライブ参戦はですね、一人で行くんですけれども、まあ妻もね、私の妻も爆竹ファンなんですが、それこそあの子供がいるので、交代でね、どちらかが子守をしてどちらかがライブに行くということをやってますので、あの一緒に行けない。で、どっちかがこう一人で交代番組に行くという形をとってまして、そんな中でもね、3回ぐらいこのツアーは行けたかな、ということでグッズもいっぱい買った。はい。ということでですね、まあ、で、未だにね、これ2018年発売になってるんですけども、2018年の3月に出てますから、もう約2年以上経つんですけども、2年以上ね、ほぼ毎日聴き続けてます。このナンバーゼロは。そのぐらいですね、本当に大好きなアルバムで、聴くたびにやっぱそのコンサートの情景も思い浮かびますし、もうメンバーの姿も思い浮かびますし、またライブ版とは違ったこのアルバム版の良さみたいなものがですね、もうなんか聴き比べたりなんかしながらですね、あと映像作品もなんかも見ながらですね、それぞれの良さを取り込んでですね、やっぱりでもアルバム版が一番かっこいいかなとか思いながらですね、その日によって違うんですけれども、本当にもうゼロ式13型愛なんてもう何千回言ってるかな、何千回聞いてるか分かんないですね。もう1曲目なんでね、絶対聞くんだよね。本当にこのライブはね、衣装もね、コンサートの時の衣装もメンバーの衣装も好きすぎてですね、今のところこれを超える爆竹はないんですけれどもね、まあこれをね、軽く超えるアルバムを作るというふうに今井さんおっしゃってるわけでしょ。ね、アブラカダブラはね、ね、すぐ間違いなく更新されるということで、次の1位は多分間違いなく私の1位はアブラカダブラになってると思うんですけども、そうなんです。爆竹は最新が最高なんです。進化してるんです。はい。ということで、私の好きな、爆竹の3枚。アルバム3枚。あるいはアナーキーと狂った太陽とナンバーゼロ、こんな感じで上げさせていただきました。皆さんの好きな爆竹のアルバム上位3枚は何だったでしょうか。よろしければ下のコメント欄にですね、書
入っていただいて皆さんで盛り上がっていただいたりとかすると、アブラカダブラ発売前までのですね楽しみなワクワク期間をさらにみんなでワクワクして、どんなアルバムなんだろうとね、こう過去21作はこんな感じだったけども、私はこのアルバムが大好きだけれども、アブラカダブラはどんなアルバムなんだろうかとね、いうことをね、ワクワクと、もう心臓はち切れんばかりにこう妄想膨らませながら楽しんで9月21日を待ちたいと思います。ということで今回はぜひ皆さんご参加ください。皆さんの好きな爆竹のアルバム上位3枚はということで、動画送らせていただきました。この動画が良かったという方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。かげろうでした。バイバイ。